アーノス・ファルコタ・ヨシガモは、カモモクカモカマガモ族に分類される鳥類。インド北部、タイ、大韓民国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、日本、バングラデシュ、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、ラオス中華人民共和国北東部、モンゴル、ウスリー、シベリアなどで繁殖し、冬季になると、東南アジア、朝鮮半島。 中華人民共和国南部などへ南下し越冬する。日本では冬季に越冬のため飛来し、北海道では少数が繁殖する。全長オス 54cm、メス 48cm。翌長オス23から 24.2cm、メス22.5から 23.5cm。翼海長78から 82cm。 体重0.4から0.8キログラム。自列カザ切りの光沢は緑色。くちばしは黒い。卵は、長径5.6センチメートル。短径3.9センチメートルで、殻は、単光褐色。繁殖期のオスは、額から口頭、目先、頬の歯衣が赤紫。目から、口頭の歯衣が緑色。喉の歯衣は白や、 単光色で黒い首輪状の反紋が入る。おばき部の下面を覆う羽毛は黒く、その側面には三角形の黄色い反紋が入る。三列風切りは長く湾曲し、黒く羽毛の外縁が白い。種小名ファロコタは釜状のの意で三列風切りの形状に由来し、英名と同義。批判食器のオスやメスは全身の羽衣が褐色で黒か色の反紋が入る。 河川、湖沼などに生息し、冬季になると内湾などにも生息する。植生は主に植物食で、種子、水生植物、海藻などを食べる。繁殖形態は卵生。6から8月に、水辺の茂みなどに枯れ草を組み合わせた巣を作り、6から9個の卵を産む。メスが放卵し、放卵期間は24から25日。ありがとうございます。